世界で戦うために海を渡った侍たち。今回は高橋久典さんを取り上げていきます。東京都墨田区に生まれ、修徳高校時代に全国高等学校野球選手権ベスト8や国体優勝という実績を引っ提げて駒澤大学に進学すると、東都大学リーグで17勝11敗、防御率 2.58、239奪三振と活躍。卒業後に進んだ社会人野球チーム東芝では、都市対抗野球大会優勝の立役者となり、優秀投手にも選ばれました。1999年のドラフトで後にメジャーに挑戦した日本ハムのドラフト2位田中健介をはじめ、ダイエーのドラフト4位川崎宗則、近鉄のドラフト5位岩隈久志らダイヤの原石が盛りだくさんの中、即戦力左腕として読売ジャイアンツを逆指名、ドラフト1位で入団します。プロ1年目の2000年4月6日中日ドラゴンズ戦に初先発して、すぐに初勝利を挙げるなど、シーズン通して9勝6敗防御率 3.18 の好成績で新人王候補となりました。新人王は1998年に入団した横浜ベイスターズの金城達彦が首位打者を獲得したことから、惜しくも受賞とはなりませんでしたが、王さん率いる福岡ダイエーホークスと長嶋さん率いる読売ジャイアンツの2000年の ON 対決と話題になった日本シリーズでも先発起用され、初登板初完封で優秀選手賞を受賞するなど、その実力を発揮したシーズンとなりました。翌年2001年も9勝、翌々年2002年は10勝を挙げてリーグ優勝に貢献すると、日本シリーズでも勝利投手となり、2年ぶり日本一の栄光も手に入れましたが、その後はファウルボールが顔面を直撃して右頬を骨折するなど不運や故障に見舞われたこともあり、不本意なシーズンが続きます。しかし2007年、原監督のもと開幕から先発ローテーション入りすると、4月だけで5勝を挙げ、球団の左投手として28年ぶりの快挙を成し遂げるなど、見事に復活を果たします。たまたま風呂場で一緒になった原監督から、いい時も悪い時も必ずストレートを中心に投げなさいというアドバイスをもらったことで、それまでの変化球でかわすピッチングスタイルから攻めていくという意識に変わったそうです。6月23日には12球団一番乗りの10勝を達成、さらにはオールスターゲーム初出場で勝利投手、シーズン通して14勝に、最優秀防御率のタイトルも奪取するなど、チームを牽引して5年ぶりのリーグ優勝を成し遂げました。高橋曰く、当時のジャイアンツには上原浩二や高橋由伸など同世代のライバルが多く、良い刺激を受けていましたが、スーパースターだらけのチームの中で自分の立ち位置は理解していました。ドラえもんで言ったらジャイアンじゃなくてスネオ、スターにはなれないけど脇役で2番手3番手にいればいい、その人たちにないものは何かといつも観察していたような気がしますと語っています。その謙虚な言葉とは裏腹に、実際にはジャイアンツ投手陣のエースとして翌2008年は開幕投手を務め、チームはリーグ優勝、2009年は10勝6敗で自身3度目となる2桁勝利を達成して7年ぶりの日本一にも輝きました。もともとメジャーに行きたいという気持ちはなく、松井秀喜や松坂大輔、イチローなどすごい選手ばかりが挑戦するものだと思っていたそうですが、仲良しでメジャー志向の強かった同級生上原浩二がアメリカのマウンドで楽しそうに野球をしている姿を見て、アメリカには何があるんだろうと海外 FA 権を行使、メジャーリーグ挑戦を表明したのでした。交渉は代理人のピーター・グリーンバーグ氏に一任し、吉報を待ったところ、先発に加え左のリリーバーとして期待しているニューヨークメッツからオファーが届き、メジャーに昇格した場合100万ドルのインセンティブを含めたマイナー契約を結んだのでした。フロリダ州ポートセントルーシーで行われるスプリングトレーニングに招待選手として参加すると、同時期に東京ヤクルトから移籍した五十嵐亮太選手もメッツに在籍していたため、監督から日本人が2人もいるなんて聞いていないと言われたそうですが、この屈辱をバネにして必ず見返してやると渾身のピッチングを見せます。3月7日のオープン戦に登板した高橋は低めに変化球、特にシンカーを集めてナショナルズのメジャー選手を翻弄、打者はバットに当てるのが精一杯という状態で3回を1安打無失点6奪三振の投球を見た現場の評価は、この試合を境目に一変しました。
こっちでもシンカーが十分通用することは分かったの言葉通り、打者のバットは次々と空を切ったのです。メジャーでは左投手が投げるシンカーは右打者に対して非常に有効な球種とされていて、通算305勝のトム・グラビンや40代で2桁勝利6回も記録したジェイミー・モイヤーなど技巧派左腕の名投手がシンカーを使って実際に勝ち星を重ねました。高橋のシンカーも9回あたりの奪三振数が2年連続サイ・ヤング賞投手リンスカムに匹敵する数値を記録するなど大きな武器となったのです。シンカー以外にも高橋にはもう一つの武器、制球力がありました。あまりアドバイスを積極的にしないことで知られているメジャーリーグのコーチも、初球にストライクを取れという言葉だけは常に言っているほど最重視していて、データでも初球ストライクが取れる投手は圧倒的に優位であり、初球ボールから入る投手は組み立てに苦労し痛打を浴びる確率が高くなっています。とはいえ初球から振ってくるバッターが多いメジャーリーグでは簡単にストライクを取りに行くこともできず、完璧なコントロールと勇気が必要になりますが、抜群の制球力に加え滑りやすいメジャー球に対応するべく鉄球やソフトボールを投げ込んで対策をしてきた高橋にとっては、日本のボール以上に曲がるメジャー球を逆に利用して変化球のキレが増したこともプラスに働き、最終的に合計13イニング投げて防御率 2.77 の好投につながったのでした。4月7日のフロリダマーリンズ戦の延長10回にメジャー初登板、4月23日にはついにメジャー初勝利の日がやってきます。アトランタブレーブスとの試合で先発ジョン・メインが故障により急遽降板、ロングリリーフができる高橋に緊急登板のチャンスが巡ってきます。3回を2安打7奪三振1失点に抑えてメジャー初勝利をもぎ取ると、相手のピッチャー川上憲伸からヒットまで放ち、メジャー初打席初安打も記録しました。その後も高橋はあらゆる場面で起用されていきます。5月21日のニューヨークヤンキース戦ではメジャー初先発したかと思えば、8月16日のヒューストンアストロズ戦では守護神フランシスコ・ロドリゲスの離脱を受けてクローザーとしてメジャー初セーブを記録するなど、そのオールマイティな実力を発揮したのでした。最終的にメッツでは1985年のリック・アギレラ以来25年ぶりとなる新人での2桁勝利、10勝6敗8セーブの好成績で、翌年はロサンゼルス・エンゼルスと総額800万ドルの2年契約、背番号も巨人時代からの21に決まり、見事にマイナーリーグから這い上がってみせました。2000年からエンゼルスの指揮を取っているベテラン監督マイク・ソーシアは保守出身の監督らしく、豊富な経験や知識を駆使してディフェンスを中心とした細かい野球をすることで知られていて、簡単にストライクが取れて先発にリリーバー、クローザーまで対応できる高橋は非常に重宝する投手だと開幕メジャー入りを決断しました。翌2012年、ワンポイントやリリーフなど難しい起用が多く好不調の波があったことから、シーズン途中でピッツバーグパイレーツへ移籍しましたが、今年はいろいろ大変だったけれど楽しめた、自分が納得できるまでこっちでやりたいと、翌年はシカゴカブスやコロラドロッキーズと契約して引き続きアメリカの地で投げ続けていると、2013年12月、横浜 DeNA ベイスターズから2年契約のオファーが届いたことで帰国を決意、5年ぶりの NPB 復帰となりました。2014年、先発ローテーション入りして投げていましたが、8月の広島戦、駒澤大学野球部の後輩新井貴浩に打たれるはずがないと思って投げ込んだストレートをいとも簡単にスタンドに運ばれた瞬間、普段なら湧き上がる悔しい、這い上がろう、次は絶対にやってやるという感覚が湧いてこなかったことから、気持ちの方がついてこなくなったのであればそろそろだなと引退を決意。10月2日の引退試合でマウンドに16年間ありがとうと書き記してプロ生活に別れを告げました。ベイスターズでは辛い思い出しかない、中畑監督の力になれなかったと語り、 DeNA での2年間は16試合に登板するも勝ち星には恵まれませんでしたが、ベイスターズ新人の石田は同じ左で投げる球種も球速も一緒と実戦での高橋の投球を研究、高橋もアドバイスを送るなど、ジャイアンツのエース、メジャーでも投げたその左腕は後輩たちに大きな財産を残したのでした。
引退後はホリプロと専属マネジメント契約を結んで野球評論家や解説者として活躍していましたが、娘の留学をサポートしたいとロサンゼルスに移住したことを機に、現地にいる日本人の子どもたちをメインに野球アカデミーを立ち上げるなど野球界のために尽力しています。また YouTube で自身の番組を開設、二刀流こと大谷翔平選手が同じエンゼルスに所属していることから、エンゼルスの本拠地はライトのフェンスが高く、左打者にとってはホームランの出にくい球場ですが、大谷選手は逆方向にも大きい打球を打てますし問題ないでしょう。また本拠地のあるアナハイムは南カリフォルニア特有の温暖な気候で、日本人も多く日本食のレストランも充実していて、野球に集中できる環境は整っていますなど、現地の様子や所属していた選手だからこその貴重な情報を発信しています。明るい性格でお尻を出すパフォーマンスが注目され、宴会部長と呼ばれた一面ばかりメディアに取り上げられることが多かった高橋ですが、巨人にドラフト1位で入団、その後もエースとして一時代を築き、平均143キロとスピードは決して速くないが、キレのあるフォーシームにスライダー、シンカー、シュート、カーブ、スクリューボールと多彩な変化球を織り交ぜて丹念にコーナーをつくピッチングで、最優秀防御率、ベストナイン、最優秀投手などのタイトルを総なめ、メジャーリーグでも2桁勝利したほどの名左腕高橋尚典。いかがでしたでしょうか。これからも海を渡り世界で戦った偉大な侍たちをご紹介していきますので、ぜひご登録よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。